Da lettore italiano ho sempre visto i tuoi lavori, ma anche quelli di Urasawa Naoki, Yamamoto Hideo, Hanazawa Kengo, eccetera, eccetera, come manga di rottura rispetto ai classici prodotti mainstream del mercato manga. C'è davvero uno stacco così netto tra questi due mondi, oppure anche chi si dedica a lavori più commerciali vuole raccontare comunque qualcosa della sua società? まあ、僕にとってはそういう漫画っていうのはすごく当たり前のことで、別にそういうなんかマイナーな漫画っていうイメージじゃないんですよ。で、逆に僕にとっては例えば少年誌とかそうジャンプの漫画とかっていうのはすごいそれはそれで独特なものであって、まあ、現実離れした内容が多いし、僕にとってはすごくそれって当たり前のことなのね。そういうなんかその主流の漫画っていうのを書いてる人たちとそのまあ僕みたいなマイナーな漫画を書いてる人っていうのは、まあ、そもそもちょっと書いてる目的が違うというか、どちらも娯楽作品であるってことには変わりはないんだけれども、僕とか浦沢さんとか、まあ、花澤さん山本さんっていうのはあくまで今の実際の社会っていうものがどういう状態にあるかっていうのがあった上でそれを受けて、漫画を描いてる人たちだから、まあ、そこはもともと社会性とかそういう時代性ってものは必ずあるんだけれども、まあ、メインのメジャーな漫画っていうのは、まあ、社会的な意義とかそういう意味合いっていうのは若干ないかもしれないけれども、それでもやっぱりある程度その時の、その読者たちっていうのがどういうものを読みたがってるのかってことを考えれば、ちゃんとその時の時代性ってものは反映したものになってるとは思います。Buonanotte Pun Pun racconta i complessi rapporti in un nucleo familiare disastrato. Come hai concepito questo manga e perché hai deciso di raccontare proprio questi avvenimenti? Pun Pun を書く前っていうのは、ソラニンっていう漫画を書いていて、それは結構こう終わり方が前向きだったりとか、その読後感がいいものにしようっていう目標があったんですけど、ただやっぱそれが、まあ、ある程度受け入れられて評価もされた上で次何書くかってなった時に、そういうなんか読後感がいいものってものが全てじゃないと思ったんで、そこから真逆のものを書くのが自分の中のそのバランスを取るっていうことになると思ったんで、まあ、結果的にちょっとこう子供なんだけども、主人公は子供なんだけどもシビアな家庭環境で育って、その男の子がどういう大人になるのかってまでを書きたいっていうのが最初の目標としてありました。A tuo parere, per gli uomini è un bene conservare la propria innocenza oppure no? E come? まあ、いいか悪いかっていうのは、あんまりまあ僕は、まあ、そこにあんまり何も考えはないんだけれども、僕は人間っていうのは裏表があった方が僕にとっては腑に落ちるというか、すごい納得がいくので、別に表面上はいい人とか優しい人とかでもいいんだけども、やっぱその中にちょっと悪意とかそういうものがあると僕にとってはすごく安心するっていうか、ようやくそれで人として見れるようになるっていう部分はあります。 Come mai la scelta di alternare elementi surreali a quelli realistici in maniera così netta? 僕はもともと漫画の絵っていうのはなるべくリアルで写実的なものの方がいいっていうふうに思っていて、なんだけれどもやっぱり漫画っていうのは絵柄っていうのもすごい幅があって、それこ その例えば手塚治虫のすごいシンプルな線もあるし、浦沢さんとか花澤さんとかのすごい写実的な絵っていうのもあって、やっぱそれ どれも漫画だったりするから、で僕っていうのはもうそもそも自分の絵柄ってものがあんまりなくて、そのシンプルな絵も好きだし、そういう写実的な絵も好きっていうのがあったから、でそれを混ぜた時に意外とその違和感がなく、まあ、多分漫画を読んでる人って読み慣れてるから、その突然 写真みたいな背景の中に記号がポンと入ってきても、それがどういうふうに読めばいいのかっていうのが分かるっていうのが、まあ、僕はもうそれは読めるもんだと思ったし、読者も多分通じると思ったから、まあ、その一つその漫画の実験というか可能性の一つとしてやりました。その特にプンプンに関しては連載漫画を僕は書くのが遅いから、その主人公を簡単にすると早く書けるのね、5秒ぐらいで書けるから、それもすごい重要な要素だった。 In Solanin e in altre opere affronti apertamente il tema della morte.
Cosa rappresenta per te la morte e perché vale la pena di essere raccontata in un manga? これはね、僕あんまり、なんだろうな、あんまり意識したことはなくて、自然と話を作るとそういう人が死ぬっていう要素が入ってきちゃうんですけど、でも多分それは僕が子供の時にすごい怖がりで、ずっとなんかこう漠然と自分が死ぬってことに怯えていて、でそれを乗り越えるにはどうしたらいいんだろうっていう、なんかそういうなんか葛藤というか悩みみたいなものが10代の時にあったんで、どうしてもそのなんか物を書く時にその要素に縛られてるっていうのはあると思います。ね、それは ね、 あのね、やっぱり自分が悩んでることとかそういう 不安なことっていうのを書くと、確かに僕の中からその悩みっていうのは消えていく、なんかこう自分の中で解消されたみたいな感じになるから、確かに自分としては、書いてる側としてはすごいセラピー要素っていうのはものすごくあって、だから今まで僕いろんな自分の悩みとかそういうものを書いてきたから、年々悩みがなくなっていって、今何もこう悩みがない状態になってる。それって逆に書くものがなくなってきてるってことだから、今後すごい逆に不安。Nella ragazza in riva al mare, il sesso è un elemento forte, controverso, che viene addirittura sfruttato come denuncia sociale. Puoi dirci cosa ne pensi del sesso e di come lo vivono i tuoi connazionali nella vita di tutti i giorni?海辺の女の子に関しては、僕がなんでそういうなんかセックスとかそういうものを中心に据えた漫画を書いたかっていうと、その漫画自体がそういうエロの表現みたいなものにどんどん規制が強くなっていっていて、住み分けされるようになっていって、例えばそういう商業漫画に関してはあまりエロの表現っていうのは控えていきましょうという流れがあって、一方でコミケとかそういう同人誌みたいなところでは、もう好きなようにやっていこうみたいな感じになっているんだけども、だから僕はあくまで商業作家だから、その表現が規制される前にやれることはもう全部やっちゃおうっていうのが目的としてあって、でそれが結果そういうちょっと過激な内容になっているんだけども、やっぱりなんか世間の一般的な感覚としては、その漫画にエロを求めないっていう風にどんどんなってきていて、でそれはなんか、なんでかわからないんだけど、別に実生活ではみんな関心はあるはずなんだけども、漫画にそれを求めないとか、もっと純粋でなんていうかな、もっとこう漂白されたというか、綺麗なものを求めるようになってきてるっていう傾向はあるかなと思います。なんだろうな、あんまりその直接的なものよりも、例えばこう僕とかはその女性を見るときに、すごい露出してる人よりも厚着してる人の方が魅力を感じるんだけれども、だからそういうちょっと盗作してるというか逆転してる感じはちょっとあるかなと思って、それはなんでそうなのかって言われると、別にもともと僕は割とそういう傾向もあるし、それを理解してくれる人もたくさんいると思うから、なぜかって聞かれるとでもちょっとわからない、その海辺の女の子に関しては、そのセックスっていうのは人間関係の中で、必ず必要なものだとは思う、特に男女の関係とかね、そういう親密な人に対しての関係では必要なものなんだけども、あくまで過程途中段階にあるものであって、別にそこがゴールというわけではないとは思うんだけども、その海辺に関して言うと、それって人間関係の途中段階であるものなんだけども、その順番が間違っちゃって、一番最初にそこから始まって、よりどんどんピュアな感情を途中から得ていくっていう話にしたくて、一般的に日本の例えば漫画って、そういう恋愛ものとかっていうのは、その目当ての女の子とうまくいくまでの流れを順番に書いていくものがほとんどなんだけれども、僕はそれを全く逆転して、ゴールから始まってスタート地点に戻っていくっていうものをやりたかったんですね。多分そういう漫画にちゃんとなってると思います。 In Dead Dead Demons Dead Dead Destruction vediamo come i giapponesi si siano abituati ad essere costantemente minacciati da un pericolo imminente. Al momento qual è la più grande minaccia per il tuo paese e perché? いや、大きな脅威はね、ないっていうのが現状だと思う。別にもうだから、デデデデに関しては、その 3.11 の震災を受けた漫画
では もちろんあるんだけれども、僕はなんかそこに何かすごいメッセージ性があるとかそういうことじゃなくて、あのむしろ僕はもうそこに対して全くメッセージがなくて、でその震災の時にすごいいろんな意見を言う人たちがわーっと増えた時に、僕が唯一言えることはなんか、ね、言っちゃ悪いんだけどすごいどうでもいいっていうか、別にみんな喋りすぎっていう風な感覚になっちゃって、そういう時こそなんか一番意味のないことを言うってことがなんか僕にとってすごく大事なような気がしたんで、あのデデに関してはそういう漫画になってます。Nei tuoi manga si nota spesso una progressiva deriva psicologica dei personaggi che li porta a diventare folli. Perché ti viene voglia di spingere la caratterizzazione dei personaggi su questa linea? Una figura che non viene nominata spesso se si parla di mangaka è l'editor. Che tipo di rapporto hai col tuo editor e quanto è influente la sua figura per la buona riuscita di un manga? 一般的に言えば編集者っていうのはすごい漫画家にとって重要で、あのむしろそのどんなに才能がある漫画家だったとしても、その編集者によっては相性が悪かったりとか、そういうことによってあの全くうまくいかないケースってあるのもあるから、そこら辺はすごく運もある必要だし、なかなかこううまくコントロールできないところだとは思うんだけれども、まあ、僕に関しては特に今の担当さんっていうのはまあなんだろうね、雑談する人もうね、もうだからその漫画の打ち合わせっていうよりも、もう僕ってもう頭の中でもう話を全部考えちゃってるんで、その簡単に説明はするんだけれども、そこによってこの話し合いであのさらにこう物語を作っていこうとか先を決めていこうってことはあんまりなくて、で僕ももう漫画を描いて15年ぐらいやっているから、そのストーリーを説明した時に担当さんがどういうリアクションを取るかで、もう大体どういうことを思ってるのか大体予測がつくんで、それによって自分が勝手に変えることもあるし、まあこれでは OK なんだなっていう判断もしたりもするんで、その打ち合わせ作業が異常に短いんですね。多分本当に10分ぐらい喋って終わりみたいな感じで、ただ僕はその友達が少ないから、あの普段話し相手がいないから、もうとにかく担当さんと雑談をすることがその会話の全てみたいになってるんで、もうほとんど雑談プラス担当さんの愚痴を聞く役割だったりするんで。La storia ci ha insegnato che il fumetto ha avuto il potere di influenzare il popolo in maniera netta, mettendolo magari di fronte alla realtà. Addirittura certi fumettisti realizzano le proprie storie con l'obiettivo di far svegliare i lettori. Tu invece con quali obiettivi realizzi i tuoi manga? なんで漫画を描いてるんですかっていう質問がね、一番難しいですけど、昔その僕がまだ新人だった時っていうのは、やっぱりその書いてる理由みたいなものをすごくこう必要としていて、やっぱりこう人に対して何か影響を与えなきゃいけないとか、そういうことを考えるようにしてたんですけど、やっぱりね、もう今となってはあんまりそういう漫画を書いてる意義みたいなものは考えなくなってきて、もちろん面白いものを書こうっていうのは常々あるんですけど、やっぱりこういろいろこう年々シンプルに考え方がなっていっていて、結果なんで今自分が書いてるのかってことを考えると、単純に僕はね、物を作ることが大好きで、その自分で作ったものを眺めるのがすごい好きなんですよ。だからもうそうなってくると結局自分のために書いてるってことになっちゃうんだけども、でもやっぱりこうせっかく自分が作ったものすごく面白いものをができたんだったら、やっぱり人に見てほしいし、そのためには人に見られるっていう意識を持って書かなきゃいけないし、そのためには何かこう訴えかけるものが必要なんじゃないかみたいな、そういうまた元に戻ってきたりするんだけど、基本的には自分は物を作ることが好きで、それは別に今は僕は漫画を描いてるけども、多分本当は漫画じゃなくても良かったはずなんですよ。でもたまたま漫画を選んだっていう感じかなって思います。Perché ritieni che il metodo del ricalco delle foto per realizzare gli sfondi, tecnica usata anche da Hanazawa Kengo, possa essere il metodo più efficace per dar vita alle tue ambientazioni? 背景に写真を使ってる理由っていうのは、僕はその実際ある景色っていうものをなるべくそのまま手を加えない状態で漫画に持ってきたかったっていうのがあるんですね。だから例えばこう、まあ、漫画家が背景を自分のイメージするものに近づけるためにいろんなアレンジをして描くっていうのも一つ方法としてはあるとは思うんですけど、僕の場合はなるべくそのまま自分の意思が入っていないものっていうものを漫画に取り入れたくて、例えば日本ってすごい特徴的なのが、そうイタリアとかないんだけど電柱
っていうのがあって、その電柱っていうものにすごいケーブルがわーっと絡まってたりするんだけども、それは僕はもう それそのものが好きだから、なるべくそのまま漫画の中で写したいし、それが一番美しいと思うから、だったらもう写真を撮ってそのまま使う、なるべくそのままのイメージで紙にそれを書くというか印刷する、それがベストの方法だから、僕はその写真を使うという方法を選んで、一番それが相性がいいなっていう風な感じになってます。 Ci sono dei manga che segui con piacere in questo periodo? 僕ね、もうほとんど漫画をもう読まなくなっていて、新しい漫画っていうものをあまり追っかけなくなってきちゃったんですね。ただ最近読んでてすごい面白いなって思ったのが、多分知らないと思うんだけど、コボちゃんっていう漫画があって、新聞の4コマ漫画なんだけども、それの、ね、ツイッターでコボちゃんのコラ画像ボットっていうのがあって、それをずっと見てて、すごい説明しづらいな、でもね、4コマ漫画がやっぱ結局面白くて、僕もともとデビューした時ってギャグ漫画を描いていたから、その4コマ漫画をメインで読んで育ってきてるんで、なんかその一番シンプルな漫画っていうものになんかすごい惹かれていて、結局そこに元に戻ってきたみたいな感じがありますね。もともとこういう元になる漫画があって、それを誰かが加工して、なんかむちゃくちゃな話になっちゃってる、本当はやっちゃいけないんだけど、でもそれが面白いなと思ってて、でももともとのそのコボちゃんってやつも僕子供の時に読んでいたから、で 今でもねコンビニとかで売ってるのね、そのコボちゃんって。でそれをこの間買って読んでたんだけど、やっぱりね4コマ漫画っていうのは本当にこう漫画の中でも要素を最小限に絞ったものだから、なんだろうな、その漫画とかそのストーリー作りの構造みたいなものが本当に最もシンプルな形で表現されてるものだから、すごい面白くて、なんかこう一番シンプルな形で、やっぱりなんか今の主流の漫画とか連載漫画ってものすごく複雑なものになってるから、なんかそのシンプルさに癒されるっていうか、なんか全部わかるみたいな感じがすごい良かったです。Invece, quali sono i tuoi mangaka preferiti e quali ti sentiresti di consigliare al pubblico italiano? おすすめしたい漫画、ちょっと待ってね。いや正直ね、だから今僕が漫画を読まなくなっている理由っていうのは、その漫画の表現っていうものがこう進化が止まったっていう印象があって、大体ねいつぐらいから止まってるかっていうのは、ね、15年ぐらい前から止まってるんだけど、だから本当に新しいものがなんか出てきたってなったらいろいろおすすめしたいんだけど、正直ね今までの漫画過去作を読めばそれがもうなんか今漫画の全てみたいになってるから、むしろ僕はだからなんだろうな、日本以外の漫画とかの方が若干興味があるっていうか、日本の漫画はその独特なルールに縛られているから、なんか僕はちょっとつまらなさを感じてて、もっと別ジャンルとか別の文化からなんかいろんなものを取り入れてその漫画を作らなきゃいけないって僕は勝手に思ってるんですけど、まあ強いて言うなら、さっき名前が挙がった人たち、浦沢さんとか花澤さんとか山本さんとか、あそこら辺の人たちっていうのはその漫画のストーリーとかっていうよりも、やっぱりそういう表現みたいなものの革新性みたいなものをすごい意識してものを作る人だから、特に花澤さんこの間ね、アイアムヒーロー終わったばっかで、多分次の漫画描くから、なんか変な言い方だけど花澤さんが次何を描くのかすごい楽しみだし、それにみんなイタリアの人もね、それに期待してればいいと思います。